こんにちは、須田慎一郎です。こんにちは、文化放送アナウンサー石川真希です。お聞きの皆さんから毎週お便りたくさんいただいておりましてありがとうございます。番組で全て読ませていただいて折々テーマに取り上げさせていただいておりますが、今週はこちらのメールご紹介します。埼玉県桶川市のやんちゃなパパさん、28歳会社員の方からいただきました。毎週聞いています、ありがとうございます。ちょっと気になることがあったので初めてメールをします。今年の正月、奈良の実家に家族で帰郷しました。年末、父に車で帰ると電話をしたら、車で帰ってくるならうちの町に入る前にとにかくどこでもいいのでガソリンスタンドを探して満タンにしておいた方がいいと言われました。なんでだろうとは思いながらも、言われた通りに手前の町で給油をしてから実家に戻りました。父に会って胃の一番に、なんで満タンにしておけって言ったのと聞いてみると、この町にガソリンスタンドは一軒もなくなったとのこと。実家では父も母も兄夫婦もそれぞれが車を持っています。町にガソリンスタンドが一軒もないなんて、須田さん、これってどういうことでしょうか、というメールです。やんちゃなパパさん、メール本当にありがとうございます。ありがとうございます。まさに今ですね、東京も含めて、ね、都市部の東京も含めて日本全国で同じような状況になってるんですよ。車を持っているいないにかかわらず、私たちの生活に密接した問題ですよね、これはね。今日はこのガソリンスタンドが消えていくをテーマにお話をしてみたいと思います。はい、お願いします。今日はガソリンスタンドが消えていくをテーマに須田さんとお話します。今日はガソリンスタンドが消えていくをテーマにお話ししていきます。メールをくださいました桶川市のやんちゃパパさんは、奈良のご実家のある町にはガソリンスタンドが一軒もなくなったということなんですね。これはちょっと深刻な問題なんですけどね。実はこれ奈良県だけではなくて、こういったですね、地方地域というのは今どんどん増えてきているのが、実態なんですよ。まあ理由はいくつかあるんですが、まずはね、その前にね、ガソリンスタンドの役目について考えてみたいと思います。はい。東京に住んでいますとですね、車を持っていなければガソリンスタンドへ行くというね、用事もないと思うんですけれども、ガソリンスタンドで扱っているのは何もガソリンだけではないんですね。はい。ガソリンの他に灯油や軽油なんていうのもね、これ扱ってるんですが、じゃあ軽油は何に使うのっていうとですね、トラックやバス、ダンプカーなどの大型車両、耕運機や非常用発電機などもですね、これ軽油で動かすことになってるんですね。はい。それに灯油なんですが、ストーブだけじゃないんですよ。湯沸かし器にこの灯油を使っている家庭もありますし、お風呂についてもですね、灯油を使うというケースもあるんですね。結構地方ではそういうところね、私のふるさとの秋田も含めて、まだありますものね。そうなんですね。ですからちょっと今、秋田の話出ましたけども、東日本大震災の時にですね、電力不足を補うために大活躍したのが、各家庭にあるですね、非常用発電機だったんですよ。ガソリンスタンドに大行列が、できていましたよね、あの時にね。すべてが電気製品になってしまうと、何かあった時にそういった、緊急用車両でさえ、もう使えない世の中になってしまうんですね。ガソリンスタンドをもう持っている以上に生活に密着してるんですよね。ね。それからガソリンスタンドがなくなっているのは、これ地方だけではないんですね。実際にこのデータを見てみますとですね、1996年度に約6万店舗全国にガソリンスタンドがあったんですが、はい、その20年後、2016年度には、その半分、約3万家庭に減ってるんですね。半分になってるんですか？半減しちゃってるんですよ。例えばっていう点で、東京の近隣で言いますとね、横浜の幹線道路にあった3軒のガソリンスタンドが、2016年に1軒なくなって、昨年もまた1軒なくなり、今年の3月には最後の1軒も閉店に至ったという状況になって、結果的にはゼロになってしまった。なくなってしまった。これは大きな交差点なんですが、一軒もガソリンスタンドがないという、そういう状況になってるんですね。はい。人口の多い、ね、横浜ですらそんな状況ですから、地方はもっともっと深刻な状況に、なってるんだろうと思いますね。ただ、心配されてるのがね、ガソリンスタンドが減少することによって、地方の過疎化、人口減少がですね、さらにどんどん拍車がかかってしまうんじゃないのか、というのは生活しにくいという状況になりますから、もっとガソリンスタンドがあるところに、ちょっと転居しよう、移動しようということも場合によっては起こりかねないという、そういう状況なんですね。
ガソリンスタンドが減っているのは、理由としてはエコカーの普及っていうのも原因の一つなんでしょうか。まあそれも一つの一因に、つまりエコカーというのはガソリンの消費量少ないですからね。ですから、ガソリンスタンドから取ってみるっていうと、ガソリンが売れなくなった、売り上げが減った、利益が減ったということも一つ理由として考えられるんですが、そればかりではないんですね。もう一つはですね、この番組でも取り上げたことがあるんだろうと思うんですが、車を持つということにですね、若い人があんまりその魅力を感じなくなったと言ったらいいんですかね。我々がほら学生時代は、大学に行ってる最中に、免許を取って、ね、なんとかアルバイトでお金を貯めて、車を持つということが、一つ大きな目標だったんですが、はい、最近の若い人はね、あんまり車を持つということに対してそれほど強いこだわりがなくなってきたということも挙げられるんだろうなと思いますね。ただガソリンスタンドが減少している、閉店に追い込まれている点でね、いう意味で考えなきゃならないのは、一番の大きな打撃は、実は言うとね、2011年2月に施行された消防法の改正なんですよ。はい。ね。実はですね、ガソリンスタンドの地下には、大きな大きな地下タンクがあるんですが、設置後40年後経過したものについてはですね、改修交換を義務付けるというのがですね、先ほど申し上げた2011年2月に施行された消防法の改正なんですね。うん、で、ただですね、これも大きなコストがかかるんですよ。ああ、撤去費用が。老朽タンクの改修にかかる費用は、あるガソリンスタンドの経営者に聞いてみますとね、約800万円かかる。高いですね。ねえ。だからその800万円をかけて回収したはいいけれども、じゃあそれをですね、ガソリンをたくさん売ることによって回収することができるのかっていうところを考えてみると、じゃあこれを機会にもう廃業しようという動きが全国的に広がってるんですね。はい。まあもちろんね、その工事費用の3分の2を補助する制度もあるそうなんですが、まあ古くから経営している、個人経営のガソリンスタンドではですね、慢性的な経営難と後継者不足、ね、まあガソリンスタンドって何かこう大きく利益があるね、ということでもないんですよ。よく街道沿いを走ってますとね、はい、結構価格競争ってね、激しい、厳しいじゃないですか。1円でも安い方で、ね、買おうとしますものね。だからどんどん値下げ競争が起こってきていて、で、まあですから利益が薄いということに加えて、あんまり魅力的なビジネスじゃないから、要するに、息子たちの、世代もですね、お父さんいいよとかね、あるいは息子には継がせたくないというね、ことからですね、もう後継者が見つからないということを理由に廃業に踏み切る、そういったガソリンスタンドも多くあるんですね。地方を中心にその不便な状況になるのは、もうこのまま減っていくと大変だなと思いますよね。ねえ。だから私思いますにね、ガソリンスタンドっていうのは、その地域、地方の経済にとってみるっていうと、やっぱり必要なんだろうと思うんですね。そうですね。重要な生活インフラの一つなんだろうと思うんですよ。はい。ですからその生活インフラの一つだということで、やっぱりそのガソリンスタンドを維持していくために、まあ国がやるべきなのか、あるいは地方自治体がその責任責任を担うべきなのかは別としましてもですね、やっぱり公的な補助、扶助っていうのが必要になってくるんではないかなと、その地域を支える生活インフラの一環なんだというね、そういう意識でガソリンスタンドを維持していく、その制度を整備していく必要も私はあるんではないかなと。ただ単純にね、民間の商売だからということで、奉仕をしていくと、先ほど申し上げたようにどんどん、ガソリンスタンドは閉鎖に追い込まれてきます。まあそういった点ではなくてですね、やっぱり、地域社会としてはなくてはならないものという意識の中で、じゃあどうやったらこれを維持していくことができるのかということを考えてみる必要があるのかなと思いますね。メールをいただきました桶川市のやんちゃパパさん、ありがとうございました。今日はガソリンスタンドが消えていくをテーマにお送りしました。番組では皆さんから今後取り上げてほしいテーマを募集しています。ぜひメールでお寄せになってください。メールアドレスは suda@joqr.net、suda@joqr.net です。須田慎一郎のこんなことだった誰にもわかる経済学。お相手は須田慎一郎と文化放送アナウンサー石川真希でした。
こんにちは、須田慎一郎です。こんにちは、文化放送アナウンサー石川真希です。お聞きの皆さんから毎週お便りたくさんいただいておりまして、ありがとうございます。番組で全て読ませていただいて、折々テーマに取り上げさせていただいておりますが、今週はこちらのメールご紹介します。埼玉県桶川市のやんちゃなパパさん、28歳会社員の方からいただきました。毎週聞いています、ありがとうございます。ちょっと気になることがあったので初めてメールをします。今年の正月、奈良の実家に家族で帰郷しました。年末、父に車で帰ると電話をしたら、車で帰ってくるならうちの町に入る前にとにかくどこでもいいのでガソリンスタンドを探して満タンにしておいた方がいいと言われました。なんでだろうとは思いながらも、言われた通りに手前の町で給油をしてから実家に戻りました。父に会って胃の一番に、なんで満タンにしておけって言ったのと聞いてみると、この町にガソリンスタンドは一軒もなくなったとのこと。実家では父も母も兄夫婦もそれぞれが車を持っています。町にガソリンスタンドが一軒もないなんて、須田さん、これってどういうことでしょうか、というメールです。やんちゃなパパさん、メール本当にありがとうございます。ありがとうございます。まさに今ですね、東京も含めて、ね、都市部の東京も含めて日本全国で同じような状況になってるんですよ。車を持っているいないにかかわらず、私たちの生活に密接した問題ですよね、これはね。今日はこのガソリンスタンドが消えていくをテーマにお話をしてみたいと思います。はい、お願いします。今日はガソリンスタンドが消えていくをテーマに須田さんとお話します。今日はガソリンスタンドが消えていくをテーマにお話ししていきます。メールをくださいました桶川市のやんちゃパパさんは、奈良のご実家のある町にはガソリン、だからどんどん値下げ競争が起こってきていて、で、まあ、ですから利益が薄いということに加えて、あんまり魅力的なビジネスじゃないから、要するに、息子たちの、世代もですね、お父さんいいよとかね、あるいは息子には継がせたくないというね、ことからですね、もう後継者が見つからないということを理由に廃業に踏み切る、そういったガソリンスタンドも多くあるんですね。地方を中心にその不便な状況になるのは、もうこのまま減っていくと大変だなと思いますよね。ねえ。だから私思いますにね、ガソリンスタンドっていうのは、その地域、地方の経済にとってみるっていうと、やっぱり必要なんだろうと思うんですね。重要な生活インフラの一つなんだろうと思うんですよ。ですからその生活インフラの一つだということで、やっぱりそのガソリンスタンドを維持していくために、まあ国がやるべきなのか、あるいは地方自治体がその責任を担うべきなのかは別としましてもですね、やっぱり公的な補助、扶助っていうのは必要になってくるんではないかなと、その地域を支える生活インフラの一環なんだというね、そういう意識でガソリンスタンドを維持していく、その制度を整備していく必要も私はあるんではないかなと。ただ単純にね、民間の商売だからということで、奉仕をしていくと、先ほど申し上げたようにどんどん、ガソリンスタンドは閉鎖に追い込まれてきます。まあそういった点ではなくてですね、やっぱり、地域社会としてはなくてはならないものという意識の中で、じゃあどうやったらこれを維持していくことができるのかということを考えてみる必要があるのかなと思いますね。メールをいただきました桶川市のやんちゃパパさん、ありがとうございました。今日はガソリンスタンドが消えていくをテーマにお送りしました。番組では皆さんから今後取り上げてほしいテーマを募集しています。ぜひメールでお寄せになってください。メールアドレス、大学に行ってる最中に、免許を取って、ね、なんとかアルバイトでお金を貯めて、車を持つということが、一つ大きな目標だったんですが、はい、最近の若い人はね、あんまり車を持つということに対してそれほど強いこだわりがなくなってきたということも挙げられるんだろうなと思いますね。ただガソリンスタンドが減少している、閉店に追い込まれている点でね、いう意味で考えなきゃならないのは、一番の大きな打撃は、実は言うとね、2011年2月に施行された消防法の改正なんですよ。はい。ね。実はですね、ガソリンスタンドの地下には、大きな地下タンクがあるんですが、設置後40年後経過したものについてはですね、回収交換を義務付けるというのがですね、先ほど申し上げた2011年2月に施行された消防法の改正なんですね。で、ただですね、これも大きな
コストがかかるんですよ。ああ、撤去費用が。老朽タンクの回収にかかる費用は、あるガソリンスタンドの経営者に聞いてみますとね、約800万円かかる。高いですね。ねえ。だからその800万円をかけて回収したばいいけれども、じゃあそれをですね、ガソリンをたくさん売ることによって回収することはできるのかっていうところを考えてみると、じゃあこれを機会にもう廃業しようという動きが全国的に広がってるんですね。はい。まあもちろんね、その工事費用の3分の2を補助する制度もあるそうなんですが、まあ古くから経営している、個人経営のガソリンスタンドではですね、慢性的な経営難と後継者不足、ね、まあガソリンスタンドって何かこう大きく利益があるね、ということでもないんですよ。まあ、よく街道沿いを走ってますとね、はい、結構価格競争ってね、激しい厳しいじゃないですか。1円でも安い方で ね買おうとしますもの ねガソリンスタンドが一軒もなくなったということなんですね。これはちょっと深刻な問題なんですけどね、実はこれ奈良県だけではなくて、こういったですね地方地域というのは今どんどん増えてきているのが、実態なんですよ。まあ理由はいくつかあるんですが、まずはねその前にね、ガソリンスタンドの役目について考えてみたいと思います、はい。東京に住んでいますとですね、車を持っていなければガソリンスタンドへ行くというね用事もないと思うんですけれども、ガソリンスタンドで扱っているのは何もガソリンだけではないんですね、はい。ガソリンの他に灯油や軽油なんていうのもね、これ扱ってるんですが、じゃあ軽油は何に使うのというとですね、トラックやバス、ダンプカーなどの大型車両、耕運機や非常用発電機などもですね、これ軽油で動かすことになってるんですね、はい。それに灯油なんですが、ストーブだけじゃないんですよ、湯沸かし器にこの灯油を使っている家庭もありますし、お風呂についてもですね灯油を使うというケースもあるんですね。結構地方ではそういうところね、私のふるさとの秋田も含めて、まだありますものね。そうなんですね。ですからちょっと今、秋田の話出ましたけども、東日本大震災の時にですね、電力不足を補うために大活躍したのが、各家庭にあるですね、非常用発電機だったんですよ。ガソリンスタンドに大行列が、できていましたよね、あの時にね。すべてが電気製品になってしまうと、何かあった時にそういった、緊急用車両でさえ、もう使えない世の中になってしまうんですね。ガソリンスタンドも思っている以上に生活に密着してるんですよね。ね、それからガソリンスタンドがなくなっているのは、これ地方だけではないんですね。実際にこのデータを見てみますとですね、1996年度に約6万店舗全国にガソリンスタンドがあったんですが、はい、その20年後、2016年度にはその半分、約3万家庭に減ってるんですね。半分になってるんですか？半減しちゃってるんですよ。例えばっていう点で、東京の近隣で言いますとね、横浜の幹線道路にあった3軒のガソリンスタンドが、2016年に1軒なくなって、昨年もまた1軒なくなり、今年の3月には最後の1軒も閉店に至ったという状況になって、結果的にはゼロになってしまった。なってしまった。これは大きな交差点なんですが、1軒もガソリンスタンドがない。という、そういう状況になってるんですね。はい、人口の多い、ね、横浜ですらそんな状況ですから、地方はもっともっと深刻な状況に、なってるんだろうと思いますね。ただ、心配されてるのがね、ガソリンスタンドが減少することによって、地方の過疎化、人口減少がですね、さらにどんどん拍車がかかってしまうんじゃないのか。というのは、生活しにくいという状況になりますから、もっとガソリンスタンドがあるところに、ちょっと転居しよう、移動しようということも場合によっては起こりかねないという、そういう状況なんですね。ガソリンスタンドが減っているのは、理由としてはエコカーの普及っていうのも原因の一つなんでしょうか？まあそれも一つの一因に、つまりエコカーというのはガソリンの消費量少ないですからね。ですから、ガソリンスタンドから取ってみるっていうと、ガソリンが売れなくなった、売り上げが減った、利益が減ったということも一つ理由として考えられるんですが、そればかりではないんですね。もう一つはですね、この番組でも取り上げたことがあるんだろうと思うんですが、車を持つということにですね、若い人があんまり、魅力を感じなくなったと言ったらいいんですかね。我々がほら学生時代は、